さあいよいよ女子シングル最後の演技者、世界チャンピオンの伊藤みどり選手の登場です。規定が1位、オリジナルプログラム1位、もちろんここまで第1位です。6年連続の優勝を狙います。両足を痛めております。今日はどういう演技でしょうか。果敢にトリプルルッツに挑戦してクリアしました。すごいですね。本当に本番に強いですね。はい、今のはダブルアクセルですね。やはり世界選手権ではトリプルアクセルをトライしてくれると思うんですけども、もう全ての演技が安定してますね。去年の8月に20歳になった伊藤みどり選手、今日のこの演技が彼女の成人式です。これはシングルになってしまいました。珍しいですね。まあ右足の甲がかなり痛いということで無理をしないのかもしれませんね。はい、3月の世界選手権では世界2連覇という大きな夢があります。あくまでも目標は3月世界選手権。これも綺麗なトリプルサルコです。彼女の演技は安心して見てられますね。はい、本当にこの芸術面も非常に良くなってきました。アイスダンス世界チャンピオンのマリナ・クリモアが緑の芸術性はすごいということを話してましたが、ジャンプもすごい、トリプルループ、今のようにですねイーグルからトリプルループですね、入るのは難しいんですけども、さすが世界の女王ですね。さあ後半ですね。見事です。決めましたね。後半にトリプルトリプルのコンビネーションを持ってくる人はなかなかいないんですけども、さすがですね。はい、伊藤選手の演技は短く感じてしまいます。もう何も言うことありませんね。まあ一つミスありましたけども、もう忘れさせてくれるような演技をその後してくれましたから。はい、品川プリンスホテルプリンスアリーナの満員の観衆が拍手を送ります。伊藤みどり選手でした。見事にリムスキーコルサコフのシェラザード演じ切りました。
最初のトリプルルッツですね。この高さと降りた後の流れ、もう完璧ですね。これがイーグルをしてからトリプルループというトリプルループですね。余裕を持って降りてますね。そうですね。これが後半のトリプルトーループからトリプルトーループのコンビネーションですけども、やはり2つ目にトリプルトーループをトリプルジャンプを飛ぶというのは、あ、点が出ましたね。 5.8 から 5.9、 5.8 は2人だけです。今日の伊藤みどり選手は4種類5回のトリプルを飛んでいます。今年の4月にはプリンスホテルへの入社も決まっているこの伊藤みどり選手。アーティスティックインプレッションほとんど下がりません。 5.8 が3人いるだけです。この点数いかがですか、小川さん。もう言うことありませんね。まあ、彼女にとって今までノーミスでずっと来ていましたんで、はい、多少は心残りがあるかもしれませんけども、やはり世界選手権向けてですね、調整してほしいと思いますね、はい、とにかく足を直すことですね、まず。そうですね、3月の世界選手権期待したいと思います。見事6連覇おめでとうございます。 ありがとうございました。両足の故障ということでね、ちょっと今日心配されたんですけども、最初のリッツ、はい、見事にトリプル入りましたね。はい、やっぱり最初が飛べないと後の演技に響いてきますので、最初のトリプルルッツ飛んだ時はすごく嬉しかったです、はい、この今年のね、この全日本選手権というのは、まあ、世界のトップに立った後の世界選手権という、はい、日本選手権ということで、はい、かなりこう違った意識があるんじゃないかと思ったんですが、どうですか。そうですね、自分としてはそんなに毎年毎年ある全日本選手権のように思ってたんですけれど、やっぱり周りの皆さんの見る目が違いますし、それに今回本当足を故障してたものですから、ここに来る 2,3 日前からしかフリーの練習がしてなかったものですから、今日の演技はあまりいい演技じゃなかったですけれど、はい、しかしフルマークは出ませんでしたけども、はい、5.9 がずっと並んで、まずまずの演技だったと言っていいですか、はい、そうですね、演技の割にはすごい高い点をいただいたので、今日いろいろ反省する面がたくさん出ましたので、これを直して世界選手権に向けて頑張りたいなと思ってます。はい、いよいよハリファックスの世界選手権が待ってますけど、またいい演技を、ね、はい、世界の皆さんに見せてやってください、はい、それから成人式ですね。そうなんです、今日本当は、お式があったんですけれど、全日本選手権でも、こう優勝して成人式が迎えられたってことはすごく嬉しいことです、ね、本当におめでとうございます。